これはグリベルのワンタッチの愛禅なんですけど、女性の靴にはですね、まあ、最初はこういう感じでセットされているんですけど、でここで長さ調節をするんですが、これ目いっぱい短くしてもここまでしかいかなくて、これをはめてもこんな感じで少しガサガサになるんで、もう少し短くセットしたいんですが、その時はですね、もうこれ以上今の状態だとこれ以上短くならないので、ここからはみ出てしまうので、これをですね入れ替え組み替えなきゃいけない。これを外して、この黒い真ん中の金具を外して、これをくるっとひっくり返すと、ここに爪がついていて、この爪がここの前にこの前側に引っかかることで、こう短くなってさらに調整ができるということで、これを組み替えるんですけど、これをただ左足を左足にひっくり返してやると、このカーブが方向が変わってしまうので、これひっくり返しながら右と左とこう組み替える作業が必要です。こうついていたのをこう変えるという感じで、でこれでですね、はめると、あっちゃちっちゃい、これで今ぴったりのサイズにあったんですけど、こうカチッと、これでまず最初にかけて、こんな感じで、さっきのちょっと外してもらって、さっきのこの黒いバー、特に女性は足が小さくなるので、そうするとこの黒いバーを反対にして入れ替えるという感じで調整をするということになります。